やあやあやあ、おはようございます。おはようございます。やあ、おはようございます。おはようございます。まだ着替えてない。こんな服でしない。こんな服って言っちゃった。こんな服ですわ。こんな服でしない。服かわいい、かわいいそうです。これをくれた方、ですわ。パジャマになったよ。パジャマとして愛用してます。パジャマとかレッスン着。お、前髪いい感じじゃない。あ、おおお、来たぞ。これはたぞ。物書きミキの前髪の時代来た来た来た。もう一回見せて。ててーんですわー。私の前髪の時代がやってきた。おめでとう前髪、おめでとう、おめでとう前髪。今日本物の生誕ティー、生誕ティーね。どんなのにしようかな。センスがないからね。どんなのにしようか。え、しりとり？何がいいかな。なんかみんなが着やすいのがいいよね。みんなが着やすいの。4は鳥三角。何色にする？ピンクがいいけど、私はピンクがいいけど、みんなはピンク着にくいと思うから、白か。白だな。水色は後ろの文字水色にしたい。
白にして後ろ水色にしてサイリウムカラー。ピンクは慣れてる？白はやめておいた方が。そうなの？じゃあ白はやめようか。後ろの文字変えれる。アミちゃんが、アミちゃんが変えてた気がする。難しいなぁ。絵描く、あ、でも自分で手書きでもいいし、なんか作るアプリで作るのもいいみたいな。だからあれ使おうかな、私パソコン。パソコン使おうかね。あのやつ、おえ、なんだっけ、お絵かきのやつ。私がパソコン使えるぞっていうアピールか、断念したら適当なあれ手書き、めっちゃ凝ったやつになるか超適当になるか、どっちかだと思う。超適当になっちゃったら、あ、締め切り間に合わなかったんだなって思っていただければ。どっちかだな。なんか普通に、普通に来てほしいから、普通に来て友達に、何も SK 知らない友達にセンスいいみたいな。ならんか、ならんな、私センスないからならんな。逆にひょろひょろの文字でひらがなでののがき、よくない？真っ白に黒でひょろひょろにののがき、細く細く。おしゃれ系を目指そうかと思ったけど、やっぱり私できないからもう諦めたぞ。できないから、細すぎると印刷できない。それはそれで味、味として。印刷できなかったらそれ、それが味ということで。何がいいかな。つまり無地。何がいいかな。キャリーが映ってない。そう、キャリーはもう、もう下に行ったのだ。書道私下手。無地新しいよね。無地真っ白みたいな。
が、でもなんか綺麗に書き直してくれる制度があるっぽくて、こういう感じ、この絵をこういう感じに描いてくださいみたいなしたら綺麗にしてくれないかな。みんなに案とか下書きをツイッターでハッシュタグつけてつぶやいてもらう。その案丸パクリしちゃうもん、私盗作になっちゃう。盗作になっちゃいそう、私がそれをしたら。まあ私は適当に鳥さんでも書いとく。適当に、私は適当に、なんか2色しか使えないみたいな。締め切り割と早いよ、割と早いからきっと適当になるな。多分超頑張って書いても適当に見えると思う、私の画力。超頑張って書いても適当になる。あ、占いの説明でも書いとく。占いの説明、チコちゃんの写真をプリントアウト。2色じゃすまんかな。占いの説明いいかもしれん、文章。ニョッキーを T シャツで紹介、 T シャツで初公開、ニョッキーのお披露目を T シャツで。モノクロチコちゃん、チコちゃんモノクロにする。4話を並べてモノクロで写真撮って割といいかもしれん。私の幼少期の写真後ろのポスター色あせてないよ、まだ大丈夫。多分これ光の加減とかで、あれ、わかんない。待って、もう占いしないと。占い、占い、時間がやばめ。みんな私終わる10分前に占いするから教えてね。これかな、間違えた。よし、超高速でいきます。11位しし座水色、10位双子座青、9位天秤座紫、
8位おうし座黄色、7位カニ座ピンク、6位サソリ座銀、5位魚座オレンジ、4位ヤギ座赤、3位水亀座緑、2位乙女座黄緑、1位伊手座エメラルド、12おへつじ座金。よし、いい感じ。そして今日の あれなんだっけ、ラッキーアイテムは、ラッキーアイテムなんだよ、何にしよう。あ、身分証。ラッキー食べ物は、みんなの好きな食べ物なんでもいいよ。次、ラッキー人は私、待ってます。よし、ランキングを読むぞ。13位キラリンビームさん、12位シャーシューシューさん、11位大阪純さん、10位電話さん、9位死んだらどうなるんですかさん、8位ごまはぎさん、あれ10位電話さん、どっか飛ばした。7位高度経済成長さん、6位埼玉のあるさん、7位高度経済成長さん、6位あれ4位宮妃さん、5位健太さん、4位宮妃さん、あれ変な風になっちゃった。まあ、いっか。3位ココさん、2位石くんさん、1位インヒニさん。やばい、なんか、雑すぎると逆に読めないね。どこ読んでるかわかんなくなる。森岡さん、ナルト大好きなんとかさん、ズカッチさん、眉毛怪人さん、チシャクシャーさん、シドローさん、チカコ大好きウイローさん、ヤマッホーさん、かまぼこさん、ヨッスイさん、埼玉のなんたらさん、ミヤヒーさん、飛ばされる運転手さん、シンユースプラッシュイチさん、ハライロクローバー Z さん、トツーノノノドレインさん、フィーレドなんとかさん、のんちゃん大好きなんとかさん、ジローさん、ココさん、インフィニさん、スペシャルギフトありがとうございました。よし、4分で、あ、なんだっけ、占いも読み上げも終わったぞ。我やればできる子、我できる子だ。ふぅ、やりきった感。よし、できた。超高速だから、みんな後でさ、スローモーションにしたらいい感じになるかもしれん。我最強だ。よし、ありがとうございました。それでは幕張へ向かいます。バイバーイ、ありがとうございました。